はい、おはようございます。コレンさんです。本日は鈴木のホームページを見ておりましたら、新しい原付2種のスクーターが2種類発表されておりましたので、それをお話しさせていただこうかと思います。1つ目がこのアベニス125というやつですね。こちらですね、結構カクカクしたデザインで割とかっちょいいかなと思います。でデザインかっこいいっすよね。ここのライトの位置が結構低い位置にあって、なかなかかっこいいぞ。鈴木エコパフォーマンスエンジンで、これがユーロ5対応版ですね。あ、これね、これ見てください。これね、私がいつも言ってるかっちゃんパーキングなんですよ。バグマ200も真ん中にパーキングレバーがあってガチャガチャってやると パーキングロックできるんですけど、これでいいんですよ。これでこのブレーキを握って、この短いやつをカチョンってかけるとロックできるんです。でブレーキを握り込むとポコーンと外れて発進できるんです。これでいいんですよ。これ最高だな。これよくぞ復活してくれた鈴木さん、素晴らしい。ブレーキですね、フロントブレーキとリアブレーキが同時に作動しますが、コンビブレーキですね。コンバインドブレーキってあってますね、スズキでは。で、リアブレーキロックレバー、これですね、私が今言ったやつ。この、これですよ、これ。素晴らしいですね、もう。12インチフロントタイヤとサスペンションですね。リアは10インチかな？あ、それっぽいですね。フロント12、リア10でしょうね。はい。シート下は 21.5 リッターですね。ヘルメット、割と深そうだからヘルメットは入りそうな感じです。まあ、これ自身はね、実際に自分のヘルメットを入れてみないと何とも言えないですよね。ちゅうのはあります。で主要装備が、メーターはね、かなり高機能なんですよ。燃料系、時計、これオイルトリップですよね。速度があって、これ水温計だよな、これ。CH って書いてあるから、多分水温計だと思うんです。これ水冷なの？よくわかってないな。で、トリップ A ってあるから、トリップ B もあるんでしょうね。で、アベレージ、平均燃費が何キロだよっていうのもありますね。で、LED で、ヘッドライト LED ですよと、リアコンビネーションランプですよと。ウィンカーは玉っぽいですね。ゆとりのあるフロアボードとあるんですが、パッと見ね、そんなに広そうには見えないな。昔のアドレス125ってめっちゃ広かったんですよ。あれすごい長距離走っても楽で、それに比べるとどうなんだろう。まあ実際に乗ってみないとなんともだけど、まあレンタル入ったら乗ろうと思いますけど。で、USB もついてますよ、ということですね。これがね、燃料タンクのキャップ、ここにあるんだっていう。気づく人はすぐに気づくかと思うんですけど、これ箱が付けらんないよっていうのがね、ありますよね。箱を付けらんないよね、ここにあったらどう考えても。私、箱付けたい派なんで、これは痛いなぁ。これは痛い。まあ、シート下が十分使えれば箱つけなくてもいいんでしょうけど、結構ね、箱つける人多いと思うんで、これはやめてほしかったなぁ、と思いますね。で、車体色。白と、あ？グリーンなんだ。緑なんだ。緑グレー。ああ、実物見てみないと何ともだけど、結構攻めた色ですね。で、黒と。まあ、黒はありますね。白と黒は普通ですけど、これが攻め色ですね。で、初見を見ていくと、107キロでそんな重くないですね。装備重量は。燃費も 54.3 だから、まあ、そこそこ走りますよね。8.7 馬力。まあ、普通に走るにはいいんじゃないのかな。まあ、乗ってみないとだけど、燃料タンクが 5.2 リッターですね。
5.2リッターで WMTC が54キロ走るっつってんで、まあ50キロ走ったとしても525、250キロぐらいは走るのか。まあそれぐらい走ればね、十分じゃないですかね、125だったら。で、フロントは12インチ、アリアやっぱり10インチですね。で、ユーロ5に対応してますよという感じですね。で、もう一車種ございまして、こちらアドレス125なんですけど、新型のアドレス125なんですけど、これね、アドレスに見えない。というのが私の第一印象ですね。なんかさ、これ、ベスパチックじゃないですか、これ。おしゃれさんじゃないですか。アドレスってさ、なんかこう、質実剛健みたいな、そういうイメージがあったんで、これはアドレスかー って思っちゃいますよね。いやー、おしゃれになっちゃったな、アドレス。人が乗ってこんな感じだから、意外と大きいのかな。なんか小ぶりに見えるんですけど、割と大きめなのかも。それともこの人が小さいかの、どっちかですね。まあ、エンジンはまあ、アベニスと同じでしょう。ブレーキが、これついてないのかな。多分ついてないんだろうな。ついてないね。こっちはブレーキロックがついてないわ。なぜつけない？なぜつけないんだ？シート下、トランクスペースだってこれ見えないじゃん。21.8リッターだって。アベニスが21.5リッター。同じものではないんだね。こっちの方が若干大きいんだ。まあ若干すけど。で、主要装備が、あら メーターがすごいシンプル。でもここに液晶がついてるから、トリップ A とかは、オイルチェンジとかなんかはわかるのか。でも、こっちのアベニスのこのメーターのこの情報量の多さから比べると、アドレスは少ねえぞ、おい。こっちのは廉価版なのかな。LED ランプ両目の燃料タンク5リッターですよ。ちょっと少ないですね。0.2リッター。アドレスの方がアベニスよりも少ないと。ラグバー。と、USB ついてますよーと。叩きでゆったりシート、ゆとりのあるフロアボード。これ、そんな広いのかな？これも乗ってみないとだけど、そんなゆとりがあるのかな？というのは思いますね。車体色は、青、赤、白、黒。わ かりやすいですね。やっぱ青がおしゃれなのかな。105キロだから、まあ同じようなもんですね、アベニスと。53.8、リッター53.8。まあ同じだろうな、53.8。違う。アベニスは54.3だ。WMTC の燃費が。アドレスの方が悪いんだ。なんでだろう。同じエンジンだと思うんだけど。で、タイヤが、同じですね。フロント12のリア10ですね。燃料タンク、そうなんだ。というわけでして、アドレスが、こんな感じで。アベニスが、こんな感じ。まあ、アベニスがかっこいい系で、アドレスがおしゃれ系っていう感じになったみたいですね。ベーシック系とかっこいい系か。まあ、多分エンジンは同じだと思うので、走り心地、タイヤも同じだし、走り心地はそんな変わんないのかなっていう気もしますが、見た目はだいぶ違いますね。これは好みによって分かれると思います。で、アドレスも、ちょっと待てよ。アドレスも、やっぱそうだ。アドレスも、ここに、燃料の入り口があるので、これはギリギリ使え、箱つけられるかな。多分これを外して、箱の、キャリアをつけると思うんだけど、なんとかギリギリ入れられそうな、
気もしないでもないけど、結構キツキツだよねっていう。なんでここに入れちゃうのかな、つけちゃうのかな。鈴木さん、箱を積みたい、積載したい人の要望を考えてくださいよ。はい、というわけでございまして、アドレス125とアベニス125が出ましたので、ざっくりと、ホームページを見ていきました。まあレンタルに入りましたらどちらも乗ってみたいなとは思っております。はい、値段なんですが、アベニス125が284,900円です。で、アドレス125が273,900円です。だから1万円ぐらいしか違わないんですよね。だから、廉価版、アドレスの方が廉価版とか、そういう昔のスイッシュとアドレス125みたいな関係ではないという感じですね。かっこいいさんとおしゃれさんという違いで住み分けてますよという感じなんだと思います。はい、以上です。失礼します。